ガンバ大阪は、日本の大阪府水田市、茨城市、高槻市、豊中市、池田市、摂津市、美濃市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。2016年3月20日、ガンバ大阪 U-23VS グルーチャ森岡戦1980年総部の、松下電気産業サッカー部が前身であり、1993年の、 J リーグ開幕時より加盟している10クラブの一つ。2005年に初タイトルとなる J1 リーグ優勝を果たし、2008年には AFC チャンピオンズリーグ制覇、2012年シーズンは17位で初の j に降格となった。2014年には1シーズンでの国内3冠を達成するなど J リーグを代表する強豪クラブである。 獲得タイトル数は J リーグ全加盟クラブ中にくらい近畿地方異性のクラブでは最多である。ホームスタジアムは私立スイ田サッカースタジアム。J リーグ加盟の1993年から2015年までは万博記念競技場をホームスタジアムとしていた。練習グラウンドは万博記念公園スポーツ広場内のガンバ大阪練習場である。当初は 神戸ユニバー記念競技場や西京極競技場を、順本拠地、淀川区に、クラブ事務所と京田鍋市に練習場と、近畿代表、オール関西的な意味合いが強かった。2011年までのホームタウンは、大阪府水田市の一市。1997年に練習場とクラブ事務所を、スタジアムがある、万博記念公園に移転。2004年より、 水田市茨城市及び、高槻市2006年より、前日3時及び、豊中市を重点4市と定めた。2010年、それまで、各市で、神大阪の支援活動を行っていた4市の、講演会が一丸となり、神大阪とともに、各自治体、企業などと協力し、青少年の健全育成や町の活性化をはじめと、 する地域貢献活動を目的としたガンバ大阪講演会が発足した。なお、大阪府大阪市と堺市をホームタウンとしているセレッソ大阪に対し、G 大阪は北雪北河内地,地域14市3町を重点地域にしている。ホームタウンは、その後、2012年2月に茨城市、高槻市、豊中市の3時、2015年5月に池田市、 津市、見直市の3市をそれぞれ追加し、北節地域のすべての市となった。クラブ名のガンバはイタリア語で足を意味し、足によってシンプルで強いチームを目指す。また、日本語の頑張るにも通じという意味が込められている。なお、スペイン語ではエビという意味だが、こちらは単なる偶然の一致であり、特に関係性はない。 ただし、それを他チームのサポーターが茶化して、エビと呼ぶことがある。発足から1995年までのクラブ名は、パナソニックガンバ大阪としていた。略称表記は、J リーグ発足当初は、大阪であったが、1995年に、大阪市にホームタウンを置く C 大阪が、J リーグに昇格してからは、C 大阪と区別するため、G 大阪もしくは、 が、大阪と表記されている。運営会社は株式会社ガンバ大阪で、設立当初は松下電気産業が全株式を保有していたが、1997年に関西電力、大阪ガス、西日本旅客鉄道が株主となっている。なお、資本金は J リーグクラブの中でも最小である。マスコットは松下新デザインのガンバボーイで、 ゼウスの生まれ変わりという設定である。頑張って勝利を勝ち取る元気なサッカーボーイであり、雷の形の闘志溢れるエネルギーをその手に掴んでいる。人間をモチーフにした数少ないマスコットの一つである。J リーグ開幕当初はデザインイラスト通り、ギリシャ風の衣装を着用するデザインであったが、1990年代後半。 ゴロからはユニフォームを着用したイラストに変更された。ただし、ユニフォーム以外を着用しているものも少数ではあるが、存在した。エンブレムは1995年までは、クラブマスコットのガンバボーイそのものが、エンブレムの代わりであり、正式なエンブレムができた1996年以降は、クラブカラーと同じブルーと、 ブラックで大阪府の府庁、モズを伝統の象徴である縦型にアレンジし、その中央にはサッカーボールが描かれ、勝利の証である月桂樹の代わりに大阪府の木、銀南の葉が周囲を飾るものになっている。1980年に創部された松下電気産業サッカー部が前身。1984年に日本サッカーリーグ2部。1986年に JSL 一部へ昇格。第70回天皇杯全日本サッカー選手権、大会優勝などの成績を残した。1991年10月1日、運営会社である株式会社、松下サッカークラブを設立。1992年から1995年1992年に、クラブ名をパナソニックガンバ大阪と命名。 J リーグ創設時からの加盟クラブ、オリジナル10の一つであり、当初は近畿地方で唯一の J リーグクラブだった。J リーグ加盟時は松下がユニバーサル映画を買収した時期と重なり、強そうなのでスティーブン・スピルバーグの映画、ジョーズから大阪城にも引っ掛け、大阪ジョーズという名前が有力候補だった。しかし、瀬戸内海にサメが出没する事件が発生した。 ことなどから、このクラブ名は、不謹慎という理由で不採用となった。松下初代監督、水口洋二の同い年の親友で、松下監督を JSL 閉幕時点でも務めた、鎌本国主が引き続き J 参戦に向けて、指揮を取った。長島明宏、磯貝博光、元並健二、エジバウドなどが所属していた。1992年の J リーグカップは8位に、 終わったが、第72回天皇杯、全日本サッカー選手権大会はベスト8の成績。しかし、1993年1月に、エジバウドがシーズン開幕を待たずして、交通事故で他界した。1993年 J リーグ開幕節万博記念競技場で、浦和と対戦し、和田正宏の得点で1から0で勝利したが、 ファーストセカンドステージとも8勝10敗の成績で、順位は、それぞれ10チーム中8位と6位。J リーグ開幕初年は、年間成績7位に終わる。ナビスコハイでは、ベスト4へ進出。帝京高等学校時代の2年生次で出場した、第70回全国高校サッカー選手権では7得点を、揚げ大会得点王に輝き、同校を優勝に導いた大型ストライカーとして、 注目を集めた、松並正信は卒業の93年、開幕したばかりの J リーグの4クラブから、正式オファーがあり、ガンバに加入。同年5月16日の開幕説では、ベンチ入りも逃したが6月9日、サントリー第11節サンフレッチェ広島戦で決めた、J8 ゴールが、J リーグ通算100ゴールとなった。以後、 初年度から出場機会をつかみリーグ1029試合出場7得点を記録。7得点のうち10代最後の誕生日の前日11月20日、ニコスシリーズ第14節市原、緑地運動公園臨海競技場で当時、高卒ルーキーだった松並はキックオフから延長までフルタイム出場し、ハットトリックを達成。3点目は延長前半のサドンです。 1994年、鎌本大制2年目。長島が、清水エスパルスに移籍した一方、前年からのアレーニコフに加え、ツベーバやプロタソフといった、元ソ連代表勢が加入した。しかし、守備のようとなるはずだったツベーバが、怪我で離脱し、ファーストステージは7勝15敗で12チーム中10位。セカンドステージは、ツベーバが復帰したが、 7連敗を喫すなど最下位争いの常連となり、名古屋グランパスへと、浦和と共に J リーグのお荷物と扱われるようになった。最終的に8勝14敗で、ファーストステージ同様の10位の成績。カップ戦は、ナビスコ杯、天皇杯ともにベスト4で敗退。シーズン終了後、成績不振により、鎌本が監督を解任された。1995年、 ジークフリートヘルトが監督に就任。ヒルハウス、スクリーニャラが加入。また、ユースから宮本つねやすらが、クラブで、初めて昇格した。ファーストステージ序盤は6勝2敗と、好スタートを切り、首位争いに加わったが、その後は8連敗を喫し、最終的なステージ成績は10勝16敗で14、チーム中11位。 セカンドステージは8勝18敗の13位。年間総合順位は初めて最下位に終わり、シーズン終了後にヘルトが監督を退任した。天皇杯は2年連続でベスト4に入った。1996年から1998年1996年、クラブ名をガンバ大阪、法人名をガンバ大阪にそれぞれ解消。 全アシスタントコーチのヨジップクゼが監督に就任。初の1シーズン制で行われ、リーグ開幕から15連敗していた V 川化は先に、第9節に勝利するなど、前半戦は8勝7敗。しかし後半戦で失速し、最終的な年間成績は11勝19敗で16、チーム中12位。 年間成績は初年度から参加した10チーム中、唯一4年連続の負け越しとなった。天皇杯は3年連続でベスト4に進出した。一方で、ナビスコ杯では予選で敗退した。パトリック・エム・ボマチームスローガン、ガンバレボリューション1997年、クゼ体制2年目。磯貝が、浦和、元並が、V 川カに移籍。一方で、 カメルーン代表のパトリック・エム・ボマが加入し、新イバトールがユースから昇格した。また、ユースから飛び級でトップチームに昇格した稲本淳一が当時の J リーグ最年少出場記録となる17歳171日で J リーグ公式戦に初出場した。ファーストステージを8勝8敗と初めて勝敗を5分に持ち込むと、セカンドステージは、 当時の J リーグ記録となる9連勝を飾り、首位争いに加わり、2位の成績を残した。また、年間成績も初めて勝ち越し4位となった。なお、エムボマは25得点を挙げて、クラブ初の J リーグ得点王とベストイレブンを獲得。シーズン終了後、クゼが、監督が、母国クロアチア代表のスタッフ就任により、対談、天皇杯は、 アシスタントコーチのフリードリッヒ・コンシリアが引き、4年連続でベスト4に入った。チームスローガン、ラントゥギャザーともに勝利を、1998年、フレデリック・アントネッティの監督就任が決まっていたが、ヨーロッパのシーズンが終了してからの来日という形になり、それまではコンシリアが監督を務めた。また、橋本秀夫がユースから昇格し、 姫路市立古東佳高等学校の春戸隆二を練習生として獲得した。ファーストステージは14位。7月にエムボマがイタリアセリエへのカリアリに移籍した。セカンドステージは16位となり、年間成績は15位。また、ナビスコ杯は予選敗退、天皇杯は3回戦で敗退した。1999年から2001年、チームスローガン。 ドリームトゥゲザー1999年、コンシリア体制2年目、大黒正、二川隆弘が、ユースから昇格した。ファーストステージは6勝9敗で16チーム中10位に、終わり、アントネッティがシーズン途中で監督を退任。セカンドステージから早野博が監督に就任したが、5勝1分9敗の13位。年間成績は11位となった。また、 ナビスコ杯は2回戦、天皇杯は4回戦で敗退した。チームスローガン、激闘宣言2000年、早野体制2年目。ファーストステージは5勝2分8敗の13位。セカンドステージは開幕から5連勝。第10節の広島戦での勝利で3年ぶり2首位に立った。鹿島と優勝を争ったが、第14節で鹿島、最終節で岩谷敗れ。 順位は4位。なお、年間成績では6位。15勝2分13敗と3年ぶりに勝ち越した。また、天皇杯では3年ぶりにベスト4へ進出。チームスローガン、挑戦2001年、早野大成3年目。遠藤康人、山口里氏を獲得。ファーストステージは9勝6敗の5位。ファーストステージ終了後、稲本がクラブ初となる。 海外移籍で、イングランドプレミアリーグのアーセナル FCA 移籍。セカンドステージは低迷し、第8節に、新大阪戦の翌日に、早野が監督を辞任した。コーチの竹本和彦が監督に昇格したが、最終成績は5勝2分8敗の11位。年間成績は16チーム中7位。2002年から2004年チームスローガン、新朝鮮2002年。 前柏監督の西野郎が監督に就任。ファーストステージは、中断期間までに4勝1分け2敗の4位。再開後も4連勝で一時は3位に浮上。最終的に9勝1分5敗で4位に入った。セカンドステージも、岩田と優勝を争ったが、直接対決で0から2と乾杯するなどし、2位の成績。年間順位も過去最高の3位となり、 19勝1分10敗と2年不利の勝ち越しを達成。また、失点数、反則ポイントともに、チーム歴代最小であった。チームスローガン、オーバーザトップ2003年は、西の大制2年目。年間で7度アディショナルタイムで失点を喫するなど、失った勝ち点が積み重なった結果、一時は残留争いに加わった。ファーストステージは4勝4分7敗で12位。 セカンドステージは優勝争いには絡めず、6勝5分4敗で7位。年間成績も10勝9分11敗と4年ぶりに負け越した。シーズン終了後、新井トールが鹿島に移籍した。4月17日、1996年12月29日の天皇杯準決勝広島戦でのプレー中の事故を、最後に1998年シーズン途中に対談した。 近藤浩二が死去した。チームスローガン、リ、スタートガンバーが変わる2004年、西の体制3年目。シジクレーフェルナンジーニョラを獲得。ファースト、セカンドステージともに優勝争いに加わり、ファーストステージ7勝3分5敗で4位、セカンドステージ8勝3分4敗で3位の成績。なお、この年は、ユース出身の大国熊サが、 リーグ戦日本人最多の20得点を挙げた。また、J1 ファースト第15節新潟戦で、課長秋広が、J リーグ史上初となる西登録選手による、デビュー戦での初得点を挙げた。カップ戦においては、ナビスコハイベスト8、天皇ハイベスト4の成績となった。2005年チームスローマン、熱気青の力で、共に、頂点へ2005年、西の大制四年目。 アラウージョ、藤ヶ谷洋介を獲得。リーグ戦、序盤6試合はわずか1勝であったが、リーグ戦中盤以降には、アラウージョ、大国正、フェルナンジーにを要する攻撃力が機能するようになり、22節に首位に立つ。ナビスコハイは初めて決勝へ進出。決勝は、千葉に PK 戦で敗退したが、準優勝の成績を収めた。リーグ戦では終盤に失速し、 第33節終了時点で C 大阪に抜かれ2位に交代する。それでも最終節で川崎に勝利し、勝ち点1差の首位だった C 大阪が FC 東京と引き分けたため、クラブ創設以来初また関西のチームとして初となるリーグ優勝を果たした。同時に AFC チャンピオンズリーグ2006の出場権を獲得した。この年、アラウージョが クラブのシーズン最多得点となる33得点を挙げ、クラブでは1998年のエムボマイライとなる得点王とクラブ初となるリーグ MVP を獲得。シーズン終了後、アラウジョが籍。この年16得点を挙げた大国もフランス2部リーグのグルノーブルへ移籍した。また、百九十三年の J リーグ開幕から所属した。 松並正信が現役を引退した。2006年チームスローガン、もっと熱く、青く、強く。さらに新たな挑戦へ2006年、西の大制5年目。大型補強を行い、FW に、マグノアウベスト、7年ぶりに、G 大阪復帰となる、ハリトリュウジ。柏から、元日本代表の MF 明神、友和、日本代表の DF、カジリョーラを獲得。 また、ユースからは、安田理大、平井正輝ら過去最多の6人が昇格した。初出場した、AFC チャンピオンズリーグ2006は、マグノ・アウベスが8得点で、大会得点王を獲得したが、グループリーグで敗退。A3 チャンピオンズカップ2006は、中国の大連実得と千葉には、勝利したが、韓国のウルサン現代に大敗し、2位の成績。リーグ戦は、 最終節前で、浦和に、勝ち点3差の2位であったが、最終節の浦和との直接対決に2の3で敗れ、リーグ連覇はならなかった。なお、マグノアウベスがクラブ史上3人目の得点王となる26得点、ハリトも16得点を挙げた。リーグ戦終了後、宮本常康が、オーストリアのレッドブルザルツブルクへ移籍、また、フェルナンジーニョも移籍した。天皇杯では、 J リーグ加入後初の決勝進出を果たしたが、浦和に敗退した。2007年ナビスコカップ決勝時のガンバ大阪、サポーターによる、コレオグラフィーチームスローガン、超攻撃2007年、西の大成6年目。FW バレー、レンタルで、DF、中澤聡太を獲得。開幕前に行われたゼロックススーパーカップでは、浦和と2年連続で対戦し、マグノアウベスの、 ハットトリックを含む4から0で勝利し、スーパーカップ初制覇。ナビスコ杯では2年ぶりに決勝進出。決勝では川崎と対戦し、優勝。決勝点を挙げた安田理大が大会 MVP とニューヒーロー賞を受賞した。リーグ戦はクラブ初となる開幕4連勝で波に乗り、中段機会まで12勝5分け1敗と好調のまま、首位。 中段明けの浦和との直接対決に敗れ、最終的に2年連続の3位に終わったが、浦和が前年度の天皇杯と AFC チャンピオンズリーグ2007を優勝したため、ACL の大会規定により天皇杯優勝枠で、AFC チャンピオンズリーグ2008の出場が決まった。シーズン後、外国籍選手のクラブ最多出場記録を持ち、ゲームキャプテンを務めたシジクレイが移籍。また、 ミノル高齢中が現役を引退した。2008年チームスローガン、パワー力の結集2008年、西の体制7年目。佐々木隼人、ルーカス、山崎正虎を獲得した2008年シーズンは300日、あまりの間に公式戦を過去最多の61試合を、こなす過酷な日程となった。2月のパンパシフィックチャンピオンシップ2008は、初戦で、 ロサンゼルスギャラクシー決勝でヒューストンダイナモに夫勝利し1992年のクイーンズカップ以来となる16年ぶりに国際タイトルを獲得した5月17日埼玉スタジアムの浦和戦で一部の G 大阪サポーターによる浦和側への観客席に対するものの投げ込みを発端とした両クラブのサポーターが衝突する騒動が発生しクラブは 騒動を起こした BB セッツ東京の団員2名を永久入場禁止とし、同団体は解散となった。また、J リーグから1000万円の制裁金が課された。7月30日、駿河銀行チャンピオンシップでアルゼンチンのアルセナル FC と対戦し、0から1で敗れた。2年ぶりに出場した AFC チャンピオンズリーグ2008では準決勝で、 前年覇者である浦和との ACL 史上初の J リーグ勢対決を2戦合計4から2で制すると11月12日の決勝ではオーストラリアのアデレードユナイテッドに2戦合計5から0で勝利しクラブ史上初 J リーグ勢では1999年の岩田2007年の浦和に次ぐ3クラブ目となるアジア制覇を果たすまた ACL 史上3クラブ目の無敗での優勝、そして史上初のアウェー全勝での優勝であった。遠藤康人が大会 MVP を受賞。また、AFC よりアジア年間最優秀クラブ賞を受賞し、監督の西野がアジア年間最優秀監督賞を受賞した。一方でリーグ戦はシーズン序盤でややつまずくと、立て直してきた中盤には、 ハリトリュウジが肝機能障害、エンドウがウイルス感染症で離脱。さらに、エースストライカーのバレーが UAE のあるアハリニー席。また、横浜 FM からロニーを獲得するも、チームにフィットせず中盤で大失速。特に J1 第19節から J1 第24節まで、勝利がなく、優勝争いから脱落する。最終順位は8位に終わった。12月。 日本で開催された FIFA クラブワールドカップ2008は、初戦の準々決勝でこの年3度目の対戦となったアデレードに1の0で勝利。準決勝はヨーロッパ王者のマンチェスターユナイテッドに3の5で敗戦。3位決定戦は北、中米カリブ海王者のパチューカに1の0で勝利し、前年の浦和に続き大会3位となった。天皇杯は、 クラブワールドカップとの日程が並行したため、準々決勝以降は、十23日の間隔で試合が行われたが、2年ぶりに決勝へ進出。柏との決勝は延長後半に途中出場の、ハリとの先制点が決勝点となり1から0で勝利し、前進の末した電気時代の1990年度大会以来、18年ぶり2度目の優勝を果たす。これにより、 国内三大タイトルをすべて獲得した5つ目のクラブとなった。同時に AFC チャンピオンズリーグ2009出場権も獲得した。2009年チームスローガン、勝負そしてワールドスタンダードへ2009年、西野大成8年目。レアンドロ、チョジェジンなどの FW、高木和道、パクドンヒョクの日韓代表経験を持つ DF ラを獲得した。 2009年5月16日、浦和レッズ戦5月2日、レアンドロが J1 第9節大分戦で4月8日の ACL、グループリーグ第3節、スリウィジャイア戦から続いていた、公式戦の連続試合得点を、クラブ新記録となる7試合連続ゴールを達成した。最終的には5月10日の J1 第11節、柏戦までの9試合まで記録を更新。また、 同試合で4月12日 J1 第5節、大宮戦から続いていた J1 の連続試合得点をクラブ大記録の6試合連続ゴールも達成した。5月20日、ACL グループリーグ第6節 FC ソウル戦で、この年、クラブ初の高校2年生でトップチームに昇格した宇佐美隆史が、1997年に稲本淳一が記録したクラブ最年少記録を、 更新する17歳14日での公式戦初出場、初得点を記録。しかし、試合には、敗れ、2006年の ACL から続いていた ACL の連続無敗記録が19試合で途切れた。そして、ラウンド16で川崎に敗れ、ACL 連覇を逃した。リーグ戦は、開幕から二川隆広と、家事量の不在や期待された新戦力が、 チームに馴染まなかった影響により、なかなか調子が上がらず、特に5月後半から7月の半ば頃まで、万博でのホームゲームで6連敗を喫した。さらに8月には、チーム得点王のレアンドロが、カタールのアルサットに席。新潟からペドロジュニオールを獲得するもチームへのフィットに時間がかかり、結果は出せず、一時は、カシマとの最大勝ち点差が19となった。 11月8日、J1 第31節京都戦のペドロジュニオールの2得点目で、鹿島、岩谷継ぐ3クラブ目となるリーグ戦クラブ通算1000ゴールを達成。11月24日、AFC より遠藤康人が日本人選手5人目、J リーグ所属選手では1997年の中田秀俊以来となるアジア年間最優秀選手賞を受賞した。 後半戦は、なんとか立て直し、第32節まで優勝の可能性を残しつつも、第33節で首位の鹿島との直接対決で1、のこと大敗し、優勝を逃した。それでも、最終的に3位となり、AFC チャンピオンズリーグ2010の出場権は、獲得した。天皇杯は準々決勝で、鹿島を破りリーグ戦での雪辱を果たすと、 天皇杯6試合で8得点を挙げた、ルーカスの活躍もあり2年連続で決勝進出。決勝では、名古屋を4-1で破り、歴代7チーム目の天皇杯連覇を達成。そして、天皇杯決勝戦を最後に、1997年から所属した松代直樹が現役を引退した。2010年チームスローガン、夢すべてを一つに2010年。 西の体制9年目。ここ数年行った大型補強を行わず、新人とレンタル復帰以外では、FW のドドとゼ、カルロスの獲得のみに留め、現有戦力の維持を優先した。シーズン開幕から6試合連続公式戦未勝利。リーグ戦も開幕から5試合連続未勝利で、その後も相次ぐ主力選手の離脱、外国籍選手の不調、さらには、 試合終了間際の失点などが重なり、なかなか波に乗れず、1試合未消化であるものの、主争いから大きく離され、11位で中断期間に入る。また、ペドロジュニオールがブラジルのクラブへ移籍し、ゼ・カルロスも途中移籍した。AFC チャンピオンズリーグ2010は、グループリーグ第3節シンガポールアームドフォーシズ戦で、平井正樹が日本人選手では7人目。 ユース出身選手では、大国正以来となる、ハットトリックを達成する活躍などで、3年、連続グループリーグを突破するもラウンド16で、この年 ACL を制した、城南一羽に敗れた。リーグ後半戦、岩田から韓国代表のイグノを獲得。この年優勝した名古屋との直接対決では2試合とも、敗れ、勝ち点10差をつけられ独走優勝を許してしまったが、 2位の成績となり、AFC チャンピオンズリーグ2011の出場権を獲得した。なお、ACL でハットトリックを決めた平井が、チームトップの14得点、高校3年生ながら主力に定着した、宇佐美隆も高校生 J リーガーのシーズン最多記録となる7得点を挙げ、G 大阪株組織出身者として、初の J リーグベストヤングプレイヤー賞を受賞した。 三年目の竹たくなりも途中離脱した、病人、友和の代役として、チームに貢献するなど、多くの若手選手が飛躍したシーズンであった。天皇杯では準決勝で、清水に敗れ天皇杯3連覇を逃した。シーズン終了後、安田理大が、オランダ一部フテッセに、新大阪へ、レンタル移籍していた、課長秋広が、スペイン一部マジョルカに、広島へ、 レンタル移籍していた山崎正人が広島に安田光大が北九州にルーカスがアトレチコパラナ遠征に完全移籍した2011年チームスローガン新新新新たなる未来へクラブ設立20周年となる2011年西の大成10年目 K リーグ全北現代モータースから元 U-23 韓国代表のキムスンヨン ブラジル一部 SC インテルナシオナルから、昨シーズン市大阪で、リーグ戦14得点を挙げた、アドリアーノ、大学生の金正也、藤原、広志明、河西翔太を獲得、ユースから大森光太郎が昇格し、開幕直後にレンタルで、コリンチャンスエールからアフォンスを獲得した。アンブロと、新たに2020年シーズンまでの、ユニフォームサプライヤー契約を締結した。また、 1995年以来毎年行われてきた石川県西部緑地公園陸上競技場でのホームゲームから撤退した3月11日に発生した東日本大震災の影響で J1 第2節から第6節が開催延期となったこれを受けクラブ公式サイトで被災地への義援金を募るチャリティーオークションが開催され3月27日には神戸との 東北地方太平洋沖地震チャリティーマッチ。レッツサポートアワーフレンズ今こそ仲間のために行動しよう。が万博記念競技場で開催された。10月2日、創立20周年記念試合となった J1 第28節浦和戦で6クラブ目となる J1 通算300勝を達成。AFC チャンピオンズリーグ2011はグループリーグを首位で突破したが、 ラウンド16で、当時8年間リーグ戦で敗れていない CE 大阪に敗退。ナビスコ杯は、浦和に準決勝で敗退。天皇杯は、水戸に3回戦で敗退。リーグ序盤戦、アドリアーノが、クラブ対記録の6試合連続得点を記録するなど、得点ランキングトップを独走する活躍を見せ、攻撃面では、リーグトップの得点数であったが、守備面は、 開幕からの連続失点試合がリーグワーストの18試合で、総失点数が一時期リーグ最多となった。6月、アドリアーノがカタールのあるジャイシュ、7月にウサミがドイツバイエルンミュンヘンに移籍した一方、草津から FW ラフィーニャを獲得。ラフィーニャ加入以降の夏場を無敗で乗り切り、第22節川崎戦で2009年3月以来となる首位に立ったが、 第29節名古屋戦に大敗し、柏2周位を明け渡した。その後、最終節まで優勝の可能性を残したが、最終順位は3位で2年連続無冠に終わった。シーズン終了後、2002年から10年間監督を務めた西野明が退任した。2012年天皇杯決勝時のガンバ大阪、サポーターチームスローガン、躍動2012年。 監督に、ジョゼカルロス・セホームが就任。クラブ史上初のブラジル人監督となった。コーチ陣も、元日本代表のロペス・ワグナーを含む3人が加入。山口里氏や橋本秀夫、下平匠やイグノラが対談した一方、FC 東京から今野安幸甲府からパウリーニョ、徳島から佐藤孝大。 FC ソウルから、イスンヨルを完全遺跡で、清水から武田洋平、CA タボンダ聖覇からエドワルドをレンタル遺跡で、獲得し、庭大輝が6年ぶり、寺田真一と、倉田明が3年ぶりに、レンタル遺跡先から復帰。新人では、大卒で、安倍博之、テスト生から沼田竹吾を獲得し、ユースからは、田尻県、西野木春、稲森勝奈が昇格した。 シーズン初の公式戦となった AFC チャンピオンズリーグ2012グループリーグ初戦に0から3で敗北。また、J1 第2節の C 大阪戦を含む J1 第3節まで公式戦の連敗を喫した。J1 第3節終了後の3月26日に監督のセホーン、ヘッドコーチのロペス、フィジカルコーチのウェリントン及び強化本部長の山本博康を解任。 後任に、コーチの松並正信が、クラブ OB 発、クラブ最年少で監督に就任した。ACL では一勝に止まり、この年出場した J リーグ勢で唯一グループリーグで敗退。第6節でリーグ戦初勝利を挙げたが、中断前の12試合でわずか2勝。15位の新潟と勝ち点差6の16位と、降格圏に低迷。これを受夏の補強として、 RCD マヨルカから課長秋広、アルサットからレアンドロが期限付き遺跡で復帰。また、清水から岩下啓介を期限付き遺跡で獲得。一方で、6月にラフィーニャと契約解除。7月にイスによるが、ウルサン現代 FC、寺田が横浜 FC、星原が水戸へそれぞれ期限付き遺跡で対談。中盤以降、新戦力のレアンドロや、 課長の活躍もあり、後半戦はやや持ち直すものの、第33節時点で降格圏内の16位で、第34節を迎える。最終的にはジュビロ岩谷、1から2で敗れ、初の J に降格が決定した。この年、総得点数は、リーグ1位の67得点であったが、総失点は、リーグ17位の65失点であった。 大量得点で勝つこともあった反面、1試合2得点以下の試合では1勝もすることができなかった。また、ホームは17試合のうちわずか4勝に終わった。天皇杯は3年ぶりに決勝へ進出したが、柏に敗れ、ACL の出場権を逃した。シーズン終了後、松並が監督を退任した。チームスローガン、復活。 さらなる進化を勝ち取るために初の J2 で迎えた2013年、監督に、元清水監督の長谷川健太が就任。中澤壮太が川崎へ、佐々木隼人が仙台へ完全移籍したが、主力選手の大半がチームに残留した。シーズン前の補強では、ロンドン五輪韓国代表の王ジェソク、関西大学からユース出身の岡崎健也を獲得。一方で、 ユースからの昇格は14年ぶりに見送られた。序盤戦はややつまずくも開幕から12試合連続無敗を記録。第13節神戸戦で初黒星を喫したが、第13節以降6連勝を記録。第16節終了時点で神戸をかわして首位に浮上。代表組の遠藤、今野が不在となった6月も無敗で乗り切り前半戦を首位で折り返す。後半戦。 2012年夏から期限付き遺跡で加入していた課長とレアンドロがそれぞれ契約満了により退団するが、ステアウェブカレストから、ロチャ、ドイツ TSG1899 ホッフェンハイムへの期限付き遺跡が満了した、宇佐美隆が2年ぶりに復帰した。夏場は、ロチャ、宇佐美の活躍で順調に乗り切ったが、第32節長崎戦でホーム初黒星を、 喫すると、以降やや失速し、第35節で神戸に再び首位の座を明け渡してしまう。それでも、第37節以降連勝を重ねると、第39節熊本戦での勝利で首位を再奪還すると同時に1年での J1 昇格が決定。さらに、ホーム最終戦となった第41節山形戦で J2 優勝を達成した。 ホームバンパックでタイトルを勝ち取ったことは、これが初であった。また、J1J 2両カテゴリーの優勝は、柏、広島に次ぐ3クラブ目となった。総得点は2位の神戸の78点を21点、上回る99得点であった。この年、ホームでの観客動員は平日開催が多かったこともあり、ホームゲームのシーズン平均入場者数は、 前年よりも下回る12,286人であったが、アウェーでは各地で好調な動員を記録。前年の J2 の平均観客動員は6,000人を下回ったが、2013年のアウェーのガンバ戦は、ほとんどが1万人以上の動員を記録。中でも、富山、松本、岡山など、複数のクラブ過去最多動員記録を更新し、J2 全体の入場者数は、 前年より、約15%増加するなど、J2 の観客動員増加に大きく貢献。この J2 全体に巻き起こった現象は、アベノミクスになぞらえ、ガバノミクス、アシノミクスなどと呼ばれた。2014年チームスローガン、ライジング G2 年ぶりの J1 で迎えた2014年、長谷川大成2年目、新潟から東口純章、千葉から米倉久さしを獲得し、 川田明平が3年ぶり、金正也が2年ぶりにレンタル先から復帰。外国人選手では、クリシューマンイシーから、リンス、パウリスタ FC から期限付き遺跡でエブソンを獲得。ユースからは、内田優斗と、小川直樹、さらに、井出口洋介が、クラブ史上5人目となる飛び級で昇格した。シーズン途中には、エブソンがサヌキへ期限付き遺跡。 カジリョウが MSL チーバス USA へ完全移籍したが、川崎甲府に在籍していたパトリックを期限付き移籍で獲得した。4月16日、ナビスコカップグループリーグ第3節突戦で、西登録選手の高木明人が16歳8ヶ月12日での公式戦初出場を果たし、2009年に宇佐美が記録したクラブ史上最年少出場記録を、 更新した。7年ぶりに予選からの参加となったナビスコカップでは A グループ1位で決勝トーナメント進出。準々決勝では同じ A グループで2位に入った神戸に解消。準決勝では2007年の決勝で顔を合わせた川崎に2戦合計後の4と打ち合いを制し、7年ぶりに決勝進出。決勝ではこの年の天皇杯4回戦でも顔を。 合わせた広島と対戦、前半35分までに2点選手されるも、前半のうちに1点を返し後半に2点を上げ逆転勝ち。ナビスコカップの決勝では、史上初となる2点差からの逆転優勝で、2007年以来2回目のナビスコカップ制覇を果たした。J1 では、開幕直前に、前年のチーム得点王の宇佐美が、不勝離脱したこともあり、 前半戦は極度の得点力不足に陥り、ブラジルワールドカップによる中断前は4勝3分7敗で降格圏の16位に低迷。それでも後半戦は復帰したウサミや中断期間に新加入したパトリックを中心とした攻撃陣が機能し、中断後早々5連勝で降格圏から一気に抜け出すと8月末から10月にかけては10年ぶりと なるなな連勝を記録し、優勝争いに加わる。第32節、負ければ、優勝の可能性が消滅する首位浦和との、天皇さんを静止勝ち点差にに詰め寄ると、続く、第33節神戸戦での勝利で、浦和を得失点差で上回り初の首位に浮上。そして、最終節、最下位のアウェー徳島戦は、スコアレスドローに終わったが、優勝の可能性を残していた 裏は3位鹿島がそれぞれ敗れたため、2005年以来9年ぶり2回目の J1 優勝を果たした。J1 昇格1年目でのリーグ優勝は、2011年の鹿島以来2例目であり、また最大勝ち点差14からの逆転優勝は J リーグ史上最大だった。中断後は15勝3分2敗と猛烈な巻き返しを見せ、総得点はリーグ2位の59得点を記録。 総失点をリーグ2位タの31失点に止め、完封試合は、クラブ新記録となる14試合を記録するなど、2年、前、J2 に降格した、主原因であった、守備面は大幅に改善され、攻守ともに安定した、数字を残した。天皇杯では、翌年1月開催の AFC アジアカップ2015の影響で日程が例年よりも前倒しになり、リーグ戦と、 並行して行われたことで、他の J1 クラブが早々に敗退する中、J3 優勝の金沢、徳島、広島、2013年の天皇杯で PK 戦の末に敗れた大宮、2010年の準決勝で敗れた清水をそれぞれ下し、2012年以来2年ぶりに決勝進出。決勝では、 この年 J1 昇格プレイオフを制した山形を3から1で下し5年ぶり3回目の天皇杯制覇を果たした。これにより2000年の鹿島以来14年ぶりにチーム目、日本人監督の下では史上初、さらに J1 昇格1年目のクラブでも初の国内三冠を達成した。2015年チームスローガン、ムービング G2015 年、長谷川大成3年目。 仙台から赤峰慎吾、横浜 FM から小倉翔平、岩田から藤ヶ谷洋介を獲得し、ユースからは、林水希、瀬尾直也、嫁坂翔太、平尾荘の4人が昇格した。7月8日、清水より、長沢俊を獲得。1月24日、インドネシアスーパーリーグのペルシジャジャカルタとの、親善試合、パナソニックカップ2015がインドネシアで行われ、 4から0で勝利した。2月28日、三冠王者として挑んだ、富士ゼロックススーパーカップは前年リーグ2位の浦和2に2のゼロで勝利し、8年ぶり2度目の優勝を果たした。5月27日、西登録選手で、高校2年生の道安律が、ACL ラウンド16第2戦、FC ソウル戦で、プロデビューを果たし、直後の J1 第10節歌芝戦で、 クラブ史上最年少となるリーグ戦デビューを果たした。3年ぶりに出場した ACL は、初戦公衆浮力、第2節上南 FC に2連敗し、予選敗退ムードが漂っていたが、第3節ブリーラムユナイテッド FC 戦に引き分け、第4節ブリーラム戦で ACL 初勝利を挙げる。第5節公衆浮力戦は5の0で圧勝。 最終節上南 FC 戦も逆転勝利で3勝1分2敗とし、首位通過を決めた。ノックアウトステージラウンド16では FC ソウルと対戦。第1戦目は敵地で3から1、第2戦目はホームで3から2で連勝してベスト8に進出。準々決勝は前年の韓国王者全北元大との日韓決戦を2戦、合計3から2で下し、 ベスト4に進出。準決勝は2013年の ACL 王者で中国スーパーリーグ4連覇中の甲州久殺大との日中決戦に2戦合計1から2で敗れ7年ぶりの決勝進出とはならなかった。ナビスコカップは ACL の影響で決勝トーナメントから参加。準々決勝は PK 戦の末に名古屋を準決勝では新潟をそれぞれ下し、 二年連続で決勝進出を決めたものの、決勝では過密日程からかパフォーマンスが落ちてしまい、鹿島にゼロの三で敗れ連覇はならなかった。ファーストステージ序盤は、今野安行きの負傷離脱で、チームの調子が上がらなかったが、今野復帰後は調子を取り戻す。しかし、ACL との過密日程により、選手には疲労がたまり、先制するも追いつかれる試合が続き、結果的には、 ファーストステージ4位で終えた。セカンドステージも全てのカップ戦を勝ち抜き、過密日程が続いたことで、年間1位の広島と、年間2位の浦和に大きく差をつけられた。年間順位4位で迎えた最終節で山形に勝利、年間3位の FC 東京がトスと引き分けたため、得失点差で3位に浮上しチャンピオンシップ出場を決めた。CS は、 浦和との準決勝を延長戦の末さんから1で勝利し決勝進出。リーグ戦年間順位1位の広島と対戦した決勝ではホームでの第1戦を終盤の連続失点で逆転負けし、アウェーでの第2戦も引き分けたことにより2戦合計3から4でリーグ連覇を逃した。天皇杯は ACL でベスト8以上に入ったことで4回戦から出場。4回戦では 川崎万博での最後の公式戦となった準々決勝ではトスを破り、準決勝では CS で敗れた広島にリベンジを果たして2年連続で決勝に進出。決勝ではウラーにパトリックの2得点で勝利し、2008年2009年大会以来となる天皇杯連覇を飾った。この年の公式戦は最終的に2008年の61試合に次ぐ、 J1 全クラブ最多となる60試合に達するハードな日程だった。2016年チームスローガン、アンビションクラブ設立25周年となる2016年、長谷川大成4年目。本拠地をサッカー専用スタジアム、私立吹田サッカースタジアムに移転。また、J3 リーグにセカンドチーム、ガンバ大阪 U-23 が参戦。ユースから高木明人、一丸三木。 初世紀を、道安律が昇格。関西学院大学から、クレイヤ、ヒロト、大津高校から野田広樹と、和ずみかずが加入。愛媛から岡崎健也が、期限付き遺跡から復帰。横浜 FM からアデミウソンを期限付きで、藤本淳吾完全遺跡で獲得。明神智和と、リンスが遺跡した。2月14日、私立吹田サッカースタジアムのコケラ落としマッチ。 パナソニックカップが開催され、名古屋に3-1で勝利した。AFC チャンピオンズリーグでは、グループ G 組に入った。上海上校、スイバラ・サムスン、メルボルンと同組に入ったが、2013年の広島に続いて、日本サッカー史上2チーム目のグループステージ未勝利と、グループステージがホームアウェイ制度になった2004年以降では、最低となる勝ち点にしか稼げずに、 GL 敗退が決定した。ファーストステージでは開幕早々に DF2 輪が離脱したことでセンターバックが人材難になりスタートダッシュに失敗。新戦力のアデミウソンが4得点と活躍するも ACL との過密日程でコンディションが上がらず首位のカシマとは勝ち点15差の6位に低迷した。特にホームでは3勝2分4敗と大きく取りこぼした。 ファーストステージ終了後、夏の移籍市場で、宇佐美がドイツ一部 FC アウクスブルクに完全移籍し、ガンバ大阪一筋の2川が東京ベルリに期限付き移籍した。J リーグカップでは決勝まで勝ち進み、3年連続ファイナル進出となった。決勝の裏はレッズ戦では1から1の同点で延長戦でも決着がつかずに、 pk となったが、4から5で敗れてしまい準優勝となった。セカンドステージは10勝3敗4、分け、勝ち点34の4位にとどまり、年間総合順位でも勝ち点58で3位の、鹿島に1ポイント及ばず4位となり、チャンピオンシップ進出はならなかった。天皇杯ではベスト8まで勝ち進んだが、ベスト8で、横浜 F マリノスに敗れて、今シーズンは無冠に終わった。 2017年チームスローガン、勝ち2017年、長谷川大成5年目。期限付き遺跡で加入していたアデミューソンを完全遺跡で獲得し、千葉から井出春かなり、大宮から泉沢一志、名古屋から森早と、横浜 FM からファビオ、昨年は東京 V に在籍した鈴木無代、清水から三浦玄太を補強。また、 u 23チームを主戦とする選手として、札幌から中原翔吾、東京部位から小売タイムを期限付き遺跡で獲得、ユースからクイの良太郎が昇格、東福岡高校から高エレオ、私立船橋高校から高井を、韓国からペス4が加入した。一方で、岩下圭介が福岡に、安倍博之が川崎に遺跡し、内田達也が東京部位に、 西野木春が千葉に期限付き遺跡、赤峰慎吾は期限付き遺跡先の岡山に完全遺跡した。シーズン開幕直後に、鹿島から赤崎周平を期限付き遺跡で獲得、また前年の大怪我により登録を抹消されていた、パトリックを再登録した。AFC チャンピオンズリーグ2017には東地区、プレーオフ2のプレーオフラウンドから出場し、ホームで、 ジョホールダルルタクジム FC に勝利して、本戦出場決定。本戦では、グループ H に入り、三浦玄太、道安律、初瀬良といった若手を積極起用して臨んだが、アデレードユナイテッドに一勝一分けとしたものの、その試合で2から0でリードしている最中に、金正也が、ロングボールの対応をしようとして、足を滑らせて失点に絡んでしまったり、後半13分に、名手、 遠藤が PK を失敗する、トーミスも重なり、コウソソネー、チェジュユナイテッドに連敗し、勝ち点4で2年連続で、グループ再開で敗退となった。夏の遺跡市場では、城南 FC からコウヨシスケを獲得、千葉へ期限付き遺跡していた西野が復帰。一方で、道安が、オランダ FC、フロー人間に期限付き遺跡、庭とパトリックが広島に遺跡した。 4月16日、第7節 C 大阪との大阪ダービーで一部のサポーターがナチス親衛隊 SS を連想させる文字の入ったフラッグを掲出したことが問題になった。クラブは同月20日に謝罪し、翌21日にサポーターグループの処分を発表。さらに5月11日、C 大阪戦で起きたサポーターグループの不適切フラッグ掲出問題に、 ついて、J リーグ、最低委員会からの制裁が決定したことを発表した。9月7日、監督の長谷川がシーズン限りで退任することが発表された。また、天皇杯では4回戦で柏レイソルに敗退し、ルバンカップでも準決勝で、セレッソ大阪に敗れてしまい無冠となった。攻撃陣は、長沢以外に2桁得点を挙げた選手がおらず、 J1 では、長谷川政権史上最悪の10位48得点となり、退任発表以降は、クラブワースト記録となる13試合未勝利のまま、シーズンを終えた。2018年チームスローガン、奪還2018年、レビー・クルピが新監督に就任。浦和から矢島真也、山形から菅沼春成が復帰。東海大学附属相模高等学校から山口、達也。 前橋育英高等学校から松田陸、東福岡高校から福田優也、三菱洋和ユースから中村隆人が入団。ユースから谷寺を、芝本連、白井春人が昇格した。J1 リーグ戦では、開幕から3連敗し、J1 リーグが18チーム体制になった2005年以降初めて、16チーム体制だった2000年以来18年ぶりとなる単独再開に転落。 または、イビシル・バンカップ1試合の敗戦も合わせて、前年から続く公式戦連続未勝利記録は17まで伸びた。怪我人が続出したことがあった。その後再開は脱し、ル・バンカップでは、ノックアウトステージ進出を果たしたものの、J1 リーグ戦では、調子は上向かず、リーグ前半戦17試合を終えて4勝3分10敗、勝ち点15で、 J2 降格の可能性のある16位に低迷。また天皇杯では、初戦の2回戦で対戦した関西学院内に1の、1から延長戦の末1から2で敗れた。ワールドカップによる中断を挟んで、J1 リーグ戦5試合連続未勝利となった、翌日の7月23日、監督のクルピオ解任、U-23 監督の宮本つねやすが、公認のトップチーム監督に就任した。 監督交代後、シーズン途中には、レノファ山口から小野瀬康介、神戸から渡辺千真を補強したが、長沢が渡辺とトレードする形で、神戸へ期限付き移籍。また、監督交代後、序盤枠戦士4戦目の第21節、FC 東京戦で、宮本体制での初勝利を決める。9月以降はチームが上向き、第25節川崎戦から第33節、 長崎戦にかけて21年ぶりクラブ大記録となる9連勝を飾り、宮本就任以降は10勝3分4敗、勝ち点33を積み上げ最終的に9位で J1 残留を決めた。2019年チームスローガン、ガンバーザム2019年、宮本大成2年目。甲州久次第から、金英圏、ブリーラムから青山直明、熊本から田中達也を獲得。 また、仙台から矢島、徳島からクレ金沢から田尻が、期限付き遺跡から復帰。さらに、開幕直後にはスペインから、ダビド・コンチャを期限付き遺跡で獲得。また、ユースから奥野公平、関西学院大から高尾龍が新加入。一方で、期限付き遺跡をしていた長沢と、二川、ファビオや初瀬などがそれぞれ遺跡した。 第2戦で今季初勝利するも、第5節から7戦勝ちなし。第12節の大阪ダービーからは職屋や矢島、中村などの若手選手を大量に起用し、巻き返しを図ったが、一時は J2 児童降格権に転落。しかし、前半戦最後の最後で何とか持ち直し、前半戦は13位で終えた。シーズン途中には、 FC アウクスブルクから宇佐美が完全移籍で2016年夏以来3年ぶり2度目、広島からパトリックが期限付き移籍で2017年夏以来2年ぶりに、リーズユナイテッドから井出口が完全移籍で2017年以来1年半ぶりに復帰。また、川崎から鈴木優等期限付き移籍で、山口から高木大輔を完全移籍で獲得した。さらに9月には、 昨シーズンまでビルバオに所属していた元スペイン代表のマルケルスサエタを完全遺跡で獲得した。一方でエースのコウヨシスケがフランスのボルドーへ、これまで国内参観や J1 復帰、残留などに貢献したコンロが岩田へ、ベテランの藤本が京都へ、オジェソクが FC 東京へ、中村がオランダの FC、トゥエンテへ、職屋がイングランドのマンチェスターシティへ、 ヨネクラが千葉へとそれぞれ移籍するなど主力級や若手の選手が大量に流出してしまった。天皇杯は3回戦で法政大学に0から2で敗戦し、2年連続で大学勢に敗退する結果となった。10月4日、第28節の札幌戦に勝利し、鹿島、横浜 FM、浦和に次ぐ J1 通算400勝を達成した。ルバンカップでは、 二年ぶりに準決勝へ進出したが、札幌相手に2戦、合計2の2、アウェーゴールルールにより、三年ぶりの決勝進出は、ならなかった。また、四年連続の無冠が確定した。リーグ戦の最終成績は、12勝11分11敗の、勝ち点47の7位。2020年チームスローガン、ガンバーザム2020年、宮本大成3年目。 トゥールーズ FC から庄次元、トスから小野雄二、石川聡、岡山から市森淳を完全遺跡で、岩田から新里良、柏から猿田春樹、川崎から旅ナスジェファーソンを期限付き遺跡で獲得。また、FC 東京から、オッジェソク、岐阜から一丸が、期限付き遺跡から復帰。また、ユースから川崎周平、塚本大、東山正二、 関西大学から黒川啓介、関西学院大から山本雄二、母院高等学校から、新、小野が新加入。さらに、広島から期限付き遺跡で復帰していたパトリックが、完全遺跡へ移行した。一方で、元スペイン代表のスサエタと、コンチャ、期限付き遺跡をしていた、クレアやヨネクラ、カズミなどがそれぞれ遺跡した。また、 シーズン途中には2000年から在籍している遠藤が岩田に期限付き遺跡で今シーズン復帰したばかりの J クが名古屋に完全遺跡で一丸が琉球に期限付き遺跡でそれぞれ遺跡したリーグ戦では9年ぶりに開幕戦で勝利した後一時期2位に浮上するも夏に連敗で一時期失速12戦負けなしなどで好調を維持しリーグ2位 三年ぶりの ACL 出場権及び天皇杯出場権を獲得。また、これまでパナソニックスタジアムスイタで勝利がなかった名古屋グランパスイと鹿島アントラーズ、柏レイソル、ビッセル神戸から初勝利を収めた。天皇杯は決勝で川崎に0から1で敗戦し、準優勝で終わった。2021年チームスローガン、トゥヤザーアズワン、宮本大成4年目。 FC ソウルから、チュセジョン、松本からレアンドロペレーラ、トスからチアゴ・アウベスを獲得。また、横浜 FC からカズミ、山口から林が復帰。一方で、渡辺、高江、一丸、松田らがそれぞれ移籍し、期限付き移籍中の遠藤と谷が移籍期間を延長した。また、ユースからの昇格は8年ぶりに見送られた。開幕戦昇化後、 新型コロナウイルスの感染がチーム関係者複数に発生し3月9日から3月23日にかけてトップチーム活動の休止を余儀なくされた。活動再開後も調子を上げることができず、リーグ戦10試合消化時点で1勝4分5敗の暫定18位、得点数も3と低迷した。そうした事情を考慮し、5月13日付で監督、宮本との契約を解除。 当初は強化アカデミー部長で2012年に監督を務めた松並正信が公認決定まで暫定的に指揮を取るとしていたが6月1日に公認監督を松並として現体制を継続させることを発表したアジアサッカー連盟2005年に J リーグ MVP 特典王を獲得したアラウジョ J リーグ J リーグカップその他 受賞最多得点試合最多失点試合連勝記録、連続無敗記録連敗記録リーグ戦、通算勝利記録最年少出場最年少、得点通算最多出場通算最多得点シーズン、最多得点連続試合得点ハットトリック記念、ゴール万博記念競技場、ホーム側はサポーターとアストロビジョンホームスタジアムは、私立スイ田サッカースタジアム。2015年までは、 万博記念競技場をホームスタジアムとし、同競技場の南には練習グラウンドが併設されている。1997年までは、京都府京田辺市の松下電工敷地内にあった練習グラウンドを使用していた。G 大阪が関西唯一の J リーグクラブであった頃は、神戸ユニバー記念競技場や西京極競技場でもホームゲームを行ったことがある。また、 1995年から2010年まで、石川県西部緑地公園陸上競技場で、ホームゲームを行っていた。2008年6から7月にフードフェスタが導入され、万博記念競技場の最寄り駅、公園東口駅からスタジアムに向かう通り道で、フードコートが開催されている。2008年8月より名称を、ビミジー横丁とし、ホームゲームで開催されている。 2009年からはメインスタンド裏にも出展している。2016年の私立す田サッカースタジアム移転によりフードコートもスタジアム内に移動し名称もビミ G に変更された。クラブハウスとオフィシャルショップブルースパージオはホームが万博だった2015年までは練習グラウンド横に併設されていた。2016年の私立す田 サッカースタジアム移転により両施設ともスタジアム内に移転し新たにこれまでに獲得したトロフィーや歴代所属選手のサイン入りスパイクなどが展示されたミュージアムブルース・トーリアがオフィシャルショップ横に併設された J リーグ開幕からホームスタジアムとして使用していた万博記念競技場が国際サッカー連盟の定める国際規格を満たしておらず老朽化も進んでいたことで 2008年7月に新スタジアムの建設移転計画が発表された万博記念公園内に新たにスタジアムを建設しその建設資金を行政からの資金拠出なしに寄付金により充当するというもので諸問題の調整を経て2013年12月にスタジアム建設の起工式が行われ2015年9月に竣工した2016年の J リーグより ホームスタジアムが私立ついたサッカースタジアムに移転された。2007年4月7日川崎フロンターレ戦、J1 リーグ戦、AFC チャンピオンズリーグ J2 リーグ戦、J3 リーグ戦参考記録 J1 リーグ戦、J2 リーグ戦、J3 リーグ戦入場者数の太字は、歴代最多記録青、黒ゲームシャツには1997年シーズン、青らと黒の縦縞模様のデザインを使用している。 これには1996年シーズン終了後に当時 G 大阪でプレーしていた磯貝博光が縦縞模様への変更を提案したという経緯があるが彼自身は1997年から裏和へ、移籍したため一度も着ることはなかったガンバ大阪 U-23 は2016年から2020年にかけて J3 リーグに参加していた ガンバ大阪に所属する23歳以下の選手で構成されるサッカーチーム。2015年12月15日、J リーグの理事会において2016年シーズンより J1J2 クラブの U-23 チームが J3 に参加することが発表され、初年度参加チームの一つとして参戦することがクラブから発表された。ガンバ大阪強化本部には兼ねてより、 セカンドチームを持ち、若手選手が試合経験が積める場を提供して行きたいという構想があり、それまで公式戦への試合出場が難しかった U-23 世代を中心としたセカンドチームでガンバ大阪 U-23 チームを編成。J3 リーグを戦うことで実戦での経験を重ね、各選手のレベルアップを図る。また、 U-23 世代の選手がレベルアップすることにより、チーム内の競争を促し、チーム全体のレベルアップ、強化につなげることを目標としている。また、セカンドチームの J3 参戦に際し、2016年から運用する新ホームスタジアム、私立すいタサッカースタジアムの稼働率を上げることも、セカンドチームの編成に踏み切った要因として、挙げられている。 上記の目的を達成するため、トップチームと U-23 チームの編成は合同を基本としつつも、練習の質を下げないためにトップチームのトレーニングに参加する U-23 メンバーを限定し、そこに出場機会のなかった選手を U-23 のメンバーとして J3 の試合に出場させる方針をとっている。日刊スポーツが2019年7月16日付の 記事で2020年を最後として U-23 チームの参戦を終了させる方向である見込みであると報じられた。それに伴い、ガンバ大阪 U-23 は2020年シーズンをもって J3 リーグでの参加を終了することになった。1月7日、トップチームアシスタント高知県 U-23 チーム初代監督として クラブ OB で前年まで名古屋のコーチを務めていた、ミノル高齢中が就任。当初はトップチームと U-23 のメンバーを区別していなかったが、総勢37人の大所帯となったことから、2月10日以降は時間を分けての練習を開始した。3月11日には西登録選手の追加登録を行い、 ユースの11選手が U-23 チームのメンバーとしてに出場することが可能となった。また、初年度となった2016年度は年間で9位となったが U-19 日本代表に同案率初セリ一丸0 2が選出されて AFCU-19 選手権バーレーン2016での優勝に貢献した U-23 チームが トップチームと分けられ、コーチもトップチームと異なるスタッフが担当することとなった。これについて当時 U-22 本代表監督を務めていた内山敦氏は U-23 が単独活動化したことによって U-23 を離れてトップチームに帯同こそするものの10分には試合に出られないという若手選手が出てしまうことを危惧していた。サネヨ氏が G 大阪ユース監督に移動し、公認の監督に、宮本恒康ヘッドコーチに、山口聡フィジカルコーチに、イチャン・に呼ぶ、GK コーチに、松代直樹が就任した。3月12日、第一節のガイナーレト取トリ戦では、GK の谷テルオが16歳3ヶ月の若さで、J リーグデビューを果たした。途中大量失点で敗れるなど、 第20節から8連敗と苦しんだが、最終節までの6試合は無敗で終えた。宮本大成2年目。6月18日に発生した大阪北部地震により、直後に予定されていたザスパクサツ群馬戦の開催会場、万博記念競技場が一部損壊したため、試合会場をパナソニックスタジアムスイタに変更、開催日も8月に延期する措置を取った。 夏季 J3 リーグ戦中断期間前までの17試合で6勝5分6敗の勝ち点23で暫定10位となる。中断期間初日の7月23日、トップチーム監督を解任されたルビークルピの後任に宮本が指名されたことを受け、サネヨシが約1年半ぶりに監督に復帰した。チーム発足後初めて勝利数が敗戦数を上回り、順位も 過去最高の6位でシーズンを終えた。サネヨシに代わり、クラブ OB で過去20ビロ岩田やサガントスなどで、監督を務めた森下人志が監督に就任。U-23 チームは、トップチームと同じく、パナソニックスタジアムスイタでの開催を基本としつつ、一部主催試合を、トップチームが2015年まで本拠地としていた、万博記念競技場でも行う。 ユニフォームのデザインはトップチームと同様、サプライヤーもトップと同じアンブロ。歴代ユニフォームスポンサー年表人大阪のアカデミーは、初代監督、鎌本国秀が主催していた、ジュニアユース及び、ジュニア年代のクラブチーム、鎌本 FC が移行する形で、J リーグ開幕前年の1992年に発足したものであり、豊かな人間形成。 世界に通じるクリエイティブな選手の育成、フェアプレー精神の遵守の3つをコンセプトとする指導方針のもと、ユース、ジュニアユース、ジュニアの3カテゴリーで構成された一貫指導体制を敷いている。2008年まで、G 大阪の育成、普及部長を務めた初代ユース監督、上野山信之の指導のもと、J リーグ開幕当初から様々な大会で実績を残している。 また、宮本恒康、稲本淳一、新井場通大国正、橋本秀夫、二川隆弘、庭大輝、課長、秋広、安田理大、倉田明、宇佐美隆など多くの選手がトップチームの主力に定着している。J リーグ開幕当初から全国のクラブユースチームを代表するチームで、1998年の 高窓の宮杯全日本ユースサッカー選手権では、大黒正、さ二川隆弘らを擁して、全国レベルの強豪校と互角に渡り合い、準優勝の成績を収めた。なお、J ユースカップの優勝回数は最多である。タイトル万博グラウンドがある、水田市にあるチーム。高窓の宮杯で2006年、2007年と2連覇、2012年に、史上初の全国参観。 2012年のマンチェスターユナイテッドプレミアカップで準優勝するなど様々な大会で実績を残している。タイトル2001年6月に発足。2010年の日本クラブユースサッカー選手権では初出場でベスト16。また、2011年に関西サンライズリーグへ昇格した。トップチーム昇格者のうち、 飛び級で昇格した選手は稲本淳一、新井通る、課長、秋広、宇佐美隆井出口洋介、同案率の6名で、特に宇佐美はジュニアユースとユースをそれぞれ2年間で飛び級している唯一の高校2年生次でのトップチーム昇格者である。かつて勝利木松太郎が鎌本の世界的な活躍の影響で選挙直前に、 創設した読売サッカークラブやベルディの親会社だった読売新聞グループ本社もスポンサーの一社であった2008年より開催されているクラブ関係者とサポーターとの意見交換会議事録は公式サイトに掲載されているガンバ大阪の決算は次の通り出展各年度の J1 クラブ決算一覧2005200620072008 2009、2010、金額の単位、100万円人件費は、事業費に含まれる。出典、各年度の J1 クラブ決算一覧。2011、2012、2013、2014、2015、金額の単位、100万円出典、各年度の J1 クラブ決算一覧。2016、金額の単位、100万円出典、各年度の J1 クラブ決算一覧。 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. 金額の単位、100万円。ありがとうございます。